2番。みのりんの感謝で無茶ぶりセカンドシーズン。おはようございます、川原みのりです。さて、本日はですね、こちら紀行内四街道店さんにやってきております。こちらのお店は、ファーストシーズンの最終回の時にお邪魔していて、最後ね、トータルプラスになるかマイナスになるかギリギリのところで、ちょっとだけ負けてしまったお店ということで、本日も、若干リベンジ感ありますけれども、頑張っていきたいと思います。で、早速今日の無茶ぶりを決めていきたいと思いますが、今日はサイコロを振って無茶ぶりを決定ということで、サイコロお願いします。どっち、こっち、あっち、そっち、こっちこっちはもうなんか無限にいっちゃいそう。いきまーすよ。おお、3出ました。本日3は一撃で1000枚を2時間以内に達成せよということで、はい、2時間以内1000枚か、まあ、ただ別に終始じゃないですよね。終始じゃないで出玉一撃1000枚出せばいいので、まあ、それなりに瞬発力のある台を選んでいかなきゃいけないかなと思います。ただ2時間は結構短いですね。できるのでしょうか。これ罰ゲームとかはなし。いや別に欲しいわけじゃないですよ、はい、欲しいわけじゃないです、はい、了解です。じゃあ、まあ、とりあえず今のところは、ね、罰ゲームはないということで、まあ、リラックスして実践していきたいと思います。まあ、せいや朝一行きます。33、43、まあ分かりそうですね。すぐリセットかどうかは1回も当てなくてもちゃんとすぐに移動しようと思います。時間制限があるんで。それではそれでは、セイントセイヤ火曜覚醒打っていきます。前日33ゲームやめ、まあでも向こうの台は日時計ステージ行ってない恩恵がありますね。リセットだと、まあ、不屈ポイントも結構溜まってる方に振り分けがでかいのと、あとはジェネラルバトルのレベルが高い可能性があります。まあでも向こうの台の様子見てると据え置きは全然濃厚なんで、まあ、ただもうここまで来ちゃったっていうね。完全に自分が強烈役を引いたせいでこんなところまで来ちゃいました。こういうところが下手なんだよな。大体私本当せいやはすぐにやめられた試しがない。強気だったらすぐにって思ったんだけどな。こんなところまで来ちゃったらさすがに一発勝負しますよね。なんで600600台、いや違うよな、そんなわけない。準備の600台とかでも、いやそんなわけないな。待てよ、だから33足して、まあ、普通だったらリセットされてたらね、あれ準備モードかしらの600で全長なんですけど、
これはね当たりそうです。はい、せいや、あ、変わんない、白助けに来る、来た、わー、助かったか、助かってますね、はい、当たりました。647ゲームです。結局モードが結構謎な感じで、でもこれが、まあ、一番嬉しいのはリセットで準備モードだったっていう説、違うかな、わかんないけど、投資1万6000円です。頑張ります、勝ちます。早い早い早い、おや、お、強いんじゃないの、あ、赤い来てる、気持ち、サンキュー、ストック、いただきましたね、とりあえず1個、これはそうなってくるとせっかく引いたし勝ちたいな、本当、はい、継続トップゲットです。さあ継続ストック1個持ってジェネラルバトルです。誰、アイザック、アイザック 50%、 はい、なんとかして、はい、おー待って、強制じゃない、ほらやった、嬉しい、でもこれ絶対勝たないとダメ、とりあえず次も勝てる、はあ、いやお願いします、本当に、あ、仲間、一応味方、歌わない、ちょ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 、うわー待って、嫌だな、うわ強い、ちょっと待って、こんな2個も引いといてさ、嘘でしょ、うわ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 、もう私やめた方がいいよ、せいや、もうこれで勝てないんだったら、青なんちゅうごっちゃ、つらいです、どうしよう、あ、でもちょっとそっか、疑いとしては一応準備モード、まあないかな、例えばね準備モードだったら次が SP モードになるんで、直撃ラッシュも狙えるけど、1時間と、どうしようかな、いや時間がない、時間もないし、もうなんか気持ちが完全に欠けましたよ、はい、線です、お、緑だ、おーおーおー、青と、そして色が変わった、どういうこと、これはもしかしてコスモポイントで当たってくれるのか、もうここから12球いくのかな、ああなるほど、おーおーおお、強いじゃん、せいや、もう早速ここで勝っちゃいそう、色変わんないけどチャンス、お、なんかいってます、はい、ダメです、ダメダメ、復活しないけど熱いと思うんだけどな、これ自体が、お、激熱、きた、はい、大丈夫です、あ、よかった、とりあえず当たってくれる、もうそこで行くのね、はい、
223ゲームです。多分コスモポイントからで間違いないと思います。18,000円投資、総投資になってます。よし、たださっきの強制2回引いてもダメだったんで、どうやって勝ったらいいんだろうってちょっと思ってるけど、ジビレベルもねそんな上がる感じじゃないと思うし、もう引き次第です。ではゼネラルバトル、今回は何もなし、ノーガード、勝てるか、勝てるのか。ソレント、あ、60%になってる。はい、どうだ、あ、弱い、おい、ここでやられるなよ。よし、あー、デフォです。お、チャンス、お、いいね、そこまでは行くんだね。はい、わーす、あー、また回らず、あー、おー、表面重なよ、重な、いいんじゃない、よしよしよし、勝てるかもしれない、お、あった、おー、いいね、よし、やったよ、セイント、やるよるな、ラッシュゲットです。よかった、白投げ最後に、ふう、ギリギリまだいけそうな気がしています。一撃千枚、まあ、ただ聖夜ラッシュ入っても千枚出ないこともたびたびあるので、最初の上乗せ大事ですね。頑張りましょう。300ぐらい乗せれたらな、もう見えるな、千枚は。カットイン、カットイン、来ない、おおおお、やばいんじゃないか、10、10、10、10、あ、緑、さすがに揃わないなんで緑は揃ってよ、エア役も引かないの、全然 CB も引かない、ちょちょちょ、やばいんじゃないこれ、おー、赤赤、これはね、これは揃います。あー、よかった、50、まだまだ、ここから大事、よしよしよし、ショベルでいいよ、うまいうまい、終わらないで、終わっちゃった、180ゲーム、まあ、1回揃ってよかったな、7揃い、今日はどれだけ乗せれるか、 そして投資が18,000円なので、1000枚出たら必然的にプラス収支にもなるっていうわけですね。おー、強い、強制です、よし、とりあえず乗せ、もう特化ゾーンお願い、あ、あった、いいよ、あるかな、あるかな、おお、
大丈夫そうです。白ナビです。どっちかな、まあ、ただの上乗せでも全然ありがたいですけど。発展、あれ、よし、おー、ゴールドセイントバトル、よし、頑張る。さあ、強チェから誰が来ますか。あ、デスマスクさん、あ、ジャパー、よし、いいよ、ここは勝てますんで。はい、もう一発も保証であるはずです。はい、緑10、ここからここ大丈夫か、負けるんじゃないのか、これも。あー、やばい、弱いです、マスク、最低ゲーム数です、20ゲーム。なんだ、もっと伸ばしたかったな。チャンスベ、来た、頑張れ。お、お、上乗せ、後乗せありました。20、ありがたい、なんとかできるかもしれん、この20の間で。失礼しました、何もできませんでした。うーん、612枚か、全然足りん。これただバイヤン、はい、よし、あー、勝つしかない。やばいじゃん、片手で弾かれるなんて。おおお、ふい、おー、待って待って、でもなんか引いてる、よし、ノーツ、お、ジャックです。同じコメント、同じコメント、まあ 50% だからな。あ、でも弱い、一応じゃ起き上がれるかも。おおおおお、終わった終わった終わった、648枚、千枚には全く及びませんでした。黄色か、あと12分、いや、ちょっともうこれ無理くないですか。なんだ、一撃、だって一撃とかだからね、ボーナスタイプとかダメだし、ちょっととりあえずやめます。せいやは千枚に到達するのは、あ、あ、そうなんですね。あ、それなら、それなら、それならっていうのもちょっと変かもしれないけど、え、何、番長、番長出せ一台いっちゃいます。はい、じゃあ番長3いきます。今650枚ぐらいは持ってますけど、まあそれはもはや関係なくて、今回の無茶ぶりは。お、いいじゃん、いくんじゃないの、対決。さあ、乗りよう、よし、勝ちに行く、バドミントンだけどは。
待って、何も引けない。あー、終わった。お、でかい。ちょっと待って、あー、あるかも。よし、先生来た。お、なんだ、びっくりした。急にシェリー。さあ、特訓です。まだチャンスあり。そしてまたまたシェリー。さあ、対決です。勝負だ。あ、ラグビー対決。悪くない。ダメか。あ、え、商店街。え、なんだ。あ、チェリーか。チェリーでまた対決です。ダメだったけど。またまたミントに。あ、でも FB なくはないぞ。からの、あるんだ。よし、うん、ね、おお、そしてチェリーを引く。対決さあ、またまたチャッピーラグビー。ダメだ。は、4回もこんな短時間で対決できてるのに。隣の台にどうするべきかしら。はい、行きます。2台目。いや、微妙だな。どうしよう。それより対決取りに行った方がいいか。隣行きます。3台目です。だいぶすごいスピードで持ちコインを使っている気がする。あと5分切りました。はい、対決全然いかないんですよ。お、これはチャンス目。違う、違うの。ってことは行く、対決に。割れました。勝負。ここで MB を引きたい。引けない。むずいよ。でしょうよ。隣に。あと3分くらいあるのかな。もうラスト台ですね、これが。頼む、対決って。ちょっと待って、ちょっと待ってください。ベルが弾けません。ほら、対決しかもしんない。ないです。すいません、すいませんでした。いや、悔しい。なんで、そしてこんな減らしたコイン。減ったな。はい、お疲れ様でした。いや、据え置きの聖夜でラッシュ入れたんですよ、ちゃんと。そこまでは良かったんですけど、まあだいたい5、600枚で終わっちゃうときは終わっちゃいますからね。で、なぜにめちゃめちゃすごい勢いで400枚くらい失いまして、回収が最終的に、217枚、投資1万8000円なので、マイナスです。無理かな、2時間はちょっと。だって一発目ダメだったらもう結構厳しくないですか。やっぱあの聖夜の一発目のあの強制2回引いた GB で勝ってれば的なところが若干あるんですけど、そんなこともないのかな。はい、まあちょっと
前半のやつはマイナスになっちゃってミッション無茶ぶりもクリアできずでしたので、後半また新しい無茶ぶりをください。ポッシュラブルですからね